皆さんどうもこんにちはビューティーです今回はロストジャッジメント裁かれざる記憶のファミ通紹介をしていきたいと思います豪華俳優が演じるメインキャスト桑名人キャストは山本浩二さんです観光地でもあり巨大な観楽街の側面も持つ伊勢崎偉人町その町の裏ま裏の裏まで知り尽くしたと評判の 子さんの便利屋が桑名です。山本浩史さん、浩司さんは1976年生まれで。東京都出身。舞台やミュージカルを中心に、数々の作品に出演して。演技力ののみならず、歌唱力でも高い評価を受けています。続きまして。相馬一樹。キャラクター。キャラクターは。玉木宏さんが演じられています。 相馬は上室町ののグレ集団である RK リーダーダを務めますかつて上室町は極道組織、東條会の根城でしたが、数年前に東條会が消滅し、以来、上室町裏社会の決定的な支配者は現れておらず、相馬の率いる RK は、その覇権争いに名乗りを上げています。 玉木宏さんは1980年生まれで愛知県出身、映画、ウォーターボーイズや連続、テレビ、小説心、ドラマののだめ、のカンタービレなどで人気を博します。続きまして。江原彰宏さん江原彰宏出演は三石健さんです。電車内で痴漢を行った。 交番公務の現役警察官で逮捕時に暴れて悪態をつく映像が報道されたことで世間から猛烈なバッシングを受けました光一健さんは1961年生まれで福岡出身高校在学中に博多っ子純情の主演として抜粋されます続きまして、 源田流,源田流蔵出演は中尾明さんです上室町に法律事務所を構える人権派の弁護士で、上室町の極道たちと渡り合いながら、小さな法律事務所を続けてきました。かつて、源田法律事務所に所属していた八神にとっては、育ての親と言ってもいい存在です。 中尾晃さんは1942年生まれ千葉県出身日活ニューフェイスに合格合格後フランス留学を得て劇団みん劇団民民賞ですかねに入団後にデビューしましたといったところですねまあ結構時間かかると思いましたがまああのとりあえず今回はこの辺で ロストジャッジメント、裁かれざる記憶のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。